あ、いっか、香港健太チャンネル、健太です。おはようございます。今日も早速やっていこうと思いますが、昨日ちょっとカメラを忘れて、今日はカメラが違うので全然違う映像になってしまうかもしれませんが、今日のこれどうかな。じゃあちょっと早速やっていこうと思います。さあ、本日の天気予報からやっていこうと思います。本日5月7日、現在 23.7 度、朝7時です。最高気温30度、最低気温23度で、おおむね曇りだそうです。以上、天気予報でした。次にコロナ感染者数をやっていこうと思います。昨日のコロナの感染者数は2名でした。回復者6名、死者0名です。で、この2名、昨日ツイッターでもツイートしたんですが、両方とも外国からの、入国者だったそうです。また、外国からの感染者が帰ってくることによって、国内での感染も出てくることが懸念されていて、強制検査っていうのをまた実施しているらしいので、皆さん強制検査、以前話した通り家の下に紙が貼り出されると思うので、気をつけて見てみてください。概要欄の方にですね、以前強制検査の話をした時の動画をリンク貼っておくので、そちらの方を見てもらえればと思います。以上、コロナ関係のニュースでした。さあ、本日もビットコイン価格やっていきたいと思います。現在7時32分です。ビットコイン価格は 56,696.59 US ドルですね。で、ここ24時間の値動きを見てみますと、最高価格が 58,257 ドル、最低が 55,656 ドル、ちょっと昨日の朝よりも低い感じがしますね。まあでも、とはいえっていう感じですね。5万7000ぐらいを基軸に上下している、そんな感じのイメージです。悪くはないと思います。まだまだ、5万ドル台は続くのかなと、そんな感じのイメージを受けます。以上、ビットコイン価格でした。さあ、次、私のマイニング量なんですが、まあ、いつも通りこんな感じです。ワイドだな。どうだろう、昨日今日までの間、12時間ですねの間に、あ、じゃない、24時間の間に、掘られた量を見ていると、まあどうだろうな、ビットコイン価格にして約 0.0000 が4つですね、 0.0 が4つ、7を前後してる、いや7以上出てるな、7から8、6ぐらいが出てる感じですね。 US ドルにして約 4.8 ドルから3.9 ドル、まあ4ドル以上、5ドル以下っていう、そんなイメージです。非常にいい感じのマイニング量だと思ってます。以上、ビットコインマイニングでした。さあ、今日のカメラ、いつも使ってるポケット2に比べると、ね、画角が広くてね、非常にいいカメラなんですけど、ポケット2だとね、どんな角度にしても固定しておけば、正面の水平と角度、上下の角度も気にしなくていいので楽なんですけど、今日のカメラはインスタ 360-1X2 というカメラを使ってます。まあね、360度撮れるカメラなので、本当は360度撮ってればいいんですけど、あ、こっちから行こう今日、あ、ダメか。さあ、日曜日にワクチンを打ってから、今日で5日目ですね。まあ、日曜日だから6日目っていうのかな。ワクチンを打った次の日からずっと体調を崩し続けて、今日ね、ようやく痛み止め、頭痛薬を飲まなくても耐えられる痛みぐらいにはなりました。なので、まあ、私の妻はもっと全然楽というか、私よりもなんかちょっと辛そうにしてない
感じなんですけど、まあそんな感じですね。で、頭痛薬を飲まなくても耐えられるっていうの、まあ、頭痛薬飲んだ方がね、実はね、痛みを抑えられるんですけど、頭痛薬飲むとね、なんか頭にもやがかかったような感じになって、すごい考え事するのに向かない脳みそになっちゃうんで、私的には頭痛薬なしで、ちょっと耐えられるぐらいなら頭痛薬なしでいきたいなと、そんな感じです。まあそれで言うと、最初の月曜日と比べればもう全然良くなったと思います。ということでね、あのワクチンを受けてまだ5日目6日目、これ14日間経たないと、あの完全にワクチンの効力が 100% 発揮されないらしいので、まだあと9日間か、うん、ぐらい経たないといけないんですが、まあこれでね、ようやくワクチンバブルの一番最大限のメリットを得られるようにはなったので、そうですね、ちょっとこれから何かどこか行けたりとかするのかなっていうのを楽しみに過ごそうかなと思ってます。最近朝のこの動画ばっかりだから、だんだんちょっと秋が来ちゃってるんで、いや本当どっか行きたいですよね。いや本当どっかに行って撮影したものをまた皆さんにお届けできる日が来るのを楽しみに、そろそろ会社に着きそうなので、本日ここまでとさせていただきます。ではジョイキン、またね、バイバイ。